県内有数のひじきの産地国崎市国見町でひじき漁が始まりましたおとといの解禁に合わせ岩場に自生する天然のひじきを漁師たちが手際よく収穫していきました今年は去年に比べて生育状況がいいそうで収穫したひじきは天日干しで3日間ほど乾燥させた後、出荷されますぜひ皆さん国見のひじきを食べてください 国見町のひじき漁は今月24日まで続き今年の出荷量は例年並みの35トンを見込んでいるということ。